毎日世界中からたくさんの人が訪れる浅草雷門。常盤堂雷おこし本舗はその雷門のすぐ隣にあります。定番のおこしに加え、若い方や海外から来た観光客の皆様により楽しんでいただけるよう、さまざまな種類の雷おこしをご用意しています。はじめまして、私常盤堂雷おこし本舗の社長をやっております、ほかり久米和と申します。よろしくお願いいたします。浅草寺は西暦628年3月18日隅田川からご自元され祀られたのが始まりです。それの総門が雷門でございます。雷門は正式名称は風雷神門と申します。今の雷門は4代目の雷門でございます。そして常盤堂雷おこし本舗はこの前の雷門、3代目の雷門ができた、1795年に雷おこしを買うと家もおこして名もおこせるという縁起菓子、おみくじの大吉みたいな感じかな、そんなような形で売り始めました。雷おこしは主原料はお米でございます。うるち米でございます。うるち米に140度蜜を煮詰めまして、そこに副原料としてピーナッツや、ごまや海苔や、最近では洋風のお味もあり、キャラメルやアーモンドやココナッツやメープルシロップも入れたおこしもございます。さまざまなおこしがありますが、今日やはりメインは白蜜黒蜜のおこしがメインでございます。皆さんには白蜜のおこしを作っていただきます。それでは皆様、雷おこし製造体験教室を楽しんでってください。社長以上のおこしをできることを祈ってます。皆様が普段目にする雷おこしは、常盤堂大宮工場にて日本で唯一原料から製品までを一貫して製造しています。そのおこしができるまでの工程をご紹介いたします。まずは蜜を作ります。砂糖、水飴を最初に入れ煮詰めた後、落花生を入れ攪拌します。蜜が煮詰まったらおこし種を入れ、よく混ざるように再度攪拌します。よく混ざり合った雷おこしを圧延機で伸ばし、商品の大きさに裁断すれば雷おこしの完成です。出来上がった雷おこしは最後に割れや欠けがないか機械と人間で最終確認し、商品の種類ごとに個包装や小袋に詰められ店頭に並べられます。このように雷おこしは皆様にいつでも美味しくお召し上がりいただけるよう、一つ一つ丁寧な作業を心がけて作っています。ここからは雷ゴロゴロ会館にて皆様に雷おこしの製作体験をしていただきます。はじめに実際の作り方をご紹介いたします。まずおこし種を固めるための蜜を作ります。水飴に砂糖、マーガリン、落花生を加え煮詰めます。この時焦げないように攪拌します。しばらく混ぜると水飴が白くなってきます。煮詰まった蜜におこし種を加え、さらに攪拌します。よく混ぜて出来上がったおこしをのし板に入れて平らに伸ばします。裁断枠におこしを入れ、簡易カッターで裁断します。裁断枠からおこしを出して乾燥後、
手で小分けして缶に入れてテープで留めれば出来上がりです。自分で作った雷おこしはまた一味違います。できたおこしはもちろんそのままお持ち帰りいただけます。制作体験の後は家に帰ってからもう一度作ることができるおこしの材料おこしキットをプレゼントしています。雷おこしは現在さまざまな種類があります。ぜひご自宅でお好みの味にチャレンジしてみてください。雷おこし、その一粒一粒に真心を込めて。それでは早速始めてみましょう。